1回戦の相手はイタリアのジョバンニ・シラッチ。これが強豪でですね、今年のヨーロッパチャンピオン、はい、去年の世界第2位の選手です。さあそのシラッチに対して大技を武器に持っています一本背負いなど投げが得意という足立匠です。26歳になります。この足立選手は福田さんオリンピック初出場ですね。そうですね、オリンピック初出場、そして最初の試合がイタリアのシラッチ。これは強豪ヨーロッパチャンピオン、昨年の世界2位ですからね、相手に不足はありません。はい、これは汗が出ないうちに一本強いで決めたいですね。大技が期待される足立です。シラッチも慎重です。去年シラッチとやってるんですね。あ、そうですか。はい、シラッチには負けてるんですけども、世界選手権でですね。さあこのオリンピックの舞台で世界選手権での対戦の何か雪辱を期待したいところですが、パスイブを取られました足立です。ファーテルを取りました。去年の世界選手権でね、はい、5対4で1ポイント差で負けてるんですよ足立は。あ、そうですか。本当にいい勝負してるんですけどね、今年はぜひ勝ってもらいたいですね。さあこのファーテルポジションからの攻撃はイタリアのジョバンニ・シラッチ。ウエストホールドしました。横崩しを狙ってきます。右左揺さぶりをかけますシラッチ。これはしのいでもらいたいですね。さあスタンドです。しのぎました。1分7秒経過しています。0対0。オリンピック初出場の足立匠。イタリアのシラッチはこの前回のソウルでは5回戦で敗退してるんですね。はい、足立は今回オリンピック初めてです。まあ、ヨーロッパで十分に揉まれてチャンピオンにもなっているというイタリアのジョバンニ・シラッチ。そのシラッチを向こうに回して足立、現在健闘しています。まだポイントがありませんで0対0。先にやっぱりポイント取らなきゃダメですね。やはり足立の場合にはそのさっき福田さんの話で汗をかかないうちにというのが必要になるわけですね。はい、汗をかかないうちに1本1ポジションが決まるといいんですけどね。相手も知ってますからね、足立が一本背負い得意だというのを。今一本強い行きましたけど失敗しました。足立選手は力強くこのクラスで金を狙いたいと話していますが、相手は1回戦イタリアのジョバンニ・シラッチ。まだ0対0。お互いに隙を突こうとしていますが攻めの糸口がありません。去年の世界選手権でね、1ポイント差ですから、お互いに強豪だっていうのはよく分かってるんですね。また足立にパスイブ、2つ目のパスイブです。そうですね、ファーテルのこのポジションを取りました足立。バックからの攻撃はイタリアのシラッチ。これは絶対ポイントやってはダメです。しのいでいます足立。攻め上げているシラッチ。今度は腕を決めてきました。これも逃れた。危なかった足立。はい、これはもうしのいでもらいたいですね。もうスタンドになってもいいですね。そうですね、スタンドです。スタンドに戻ります。さあここでここで一つ取りたいですね。はい、さあうまく片足タックルに入った足立。さあそこでポイントを絶対、はい、ポイントにつなげたい足立です。さあそのまま立ってポイントにつなげれば。懸命にタックルを切りに行きますシラッチ。はい、あースタンドです。惜しかった。惜しいですねこれは。いい形になりました足立ですが、まだポイントがありません。足立シラッチともにポイントがありません。残りが1分30秒を切っています。
お互いに力が拮抗してますからね、はい、なかなか技がかかりません。これで思い切って自信を持っていかないと取れません。残りが1分5秒です。オリンピック初出場の日本の足立拓海、イタリアのシラチの今タックル、相手の動きもよく見えています。ここでさあ一本攻めに来たシラチ、これを逃れました。さあ足立がバック取りました。しかしシラチも取っています。足立が2ポイント、シラチが1ポイント、いや反対ですね、シラチが2ポイントで足立が1ポイント。さあしかし足立チャンスです。そこはチャンスですが残りが30秒、スタンドに変わります。点差は2対1、1点差。イタリアのシラチが2ポイント、足立が1ポイント、その差は1点です。残りがもう30秒ありません。また一本強いに来ましたシラチ、相手の手首を取っての一本強いに来ました。シラチ2回これをしのいでいます。足立あと20秒ですね、足立なかなか相手の手を取ることができない、やや逃げの体勢に入っていますイタリアのシラチ。点差はわずかに1点、残り8秒7秒、足立なんとかポイントが欲しい。逃げるシラチ、あと4秒ですね。4秒ですね。うまく相手の手が引っかかってくれると得意の一本強いもあります足立ですが、今攻撃権を取りましたので、もう1秒あれば勝てますから、全力出してやってほしいですね。ここでさあここはエネルギーを蓄えます足立。オリンピック初出場ですがなかなか落ち着いた試合運びをしています。さあ3秒2秒1秒、ゴングが鳴りました。惜しくも足立敗れました。イタリアのジョバンニ・シラチ、辛くも2対1、1点差で逃げ切りました。オリンピックの初戦の足立でありましたが、いや残念ですね。これはほんの僅差ですけどもね、この一本強いで強いからですね、はい、これでポイントと見られ、ここで2ポイント取られたというふうに見られましたね、はい、投げではポイントになってないんですけどね、ここで後ろへ帰った時に、はい、ここで2ポイント取られてるわけですね。これでですね、はい。